スーパージュニアタグリーグは新日本プロレス主催のジュニアヘビー級の選手によるタッグのリーグ戦。略称はスーパージュニアタグ。スーパージュニアタグリーグは2018年より開催されており、2017年まではスーパージュニアタグトーナメントの大会名称で勝ち残り、式トーナメントが行われていた。この記事ではスーパージュニア タグトーナメントの大会結果も記述している。10月下旬に始まるロードツーパワーストラグルのシリーズ中に開催される大会で優勝チームには IWGP ジュニアタッグ王座への挑戦権と賞金500万円が授与される。2015年度優勝チームのリコシェマットサイダル組2016年度優勝チームの六本ギバイス2017年度優勝チームの 六本木産系ハット NJPW40s アニバーサリー・イッツ・アー・ロード・ツー・パワー・ストラグル東京高楽園ホールスーパージュニアタグトーナメントファースト新日本プロレス公式サイト2012年10月21日閲覧 AB NJPW40s アニバーサリー・イッツ・アー・ロード・ツー・パワー・ストラグル東京高楽園ホールスーパージュニア タグトーナメントセミフィナールフィナール。新日本プロレス公式サイト。2012年11月2日閲覧。ロードツーパワーストラグル東京。後楽園ホール。新日本プロレス公式サイト。2013年10月25日閲覧。AB。ロードツーパワーストラグル東京。後楽園ホール。新日本プロレス公式サイト。2013年11月6日閲覧。 ロードツーパワーストラグル東京高楽園ホール新日本プロレス公式サイト2014年10月25日閲覧ロードツーパワーストラグル神奈川相模原市立総合体育館新日本プロレス公式サイト2014年11月1日閲覧ロードツーパワーストラグル静岡ツインメッセ静岡新日本プロレス公式サイト 2014年11月2日閲覧。ロード2パワーストラグルギフ岐阜作業会館。新日本プロレス公式サイト。2014年11月3日閲覧。ロード2パワーストラグル東京。後楽園ホール。新日本プロレス公式サイト。2015年10月24日閲覧。ロード2パワーストラグル東京。後楽園ホール。新日本プロレス公式サイト。 2015年11月1日閲覧。パワーストラグル大阪、大阪府立体育会館。新日本プロレス公式サイト。2015年11月7日閲覧。ロード2パワーストラグル東京、後楽園ホール。新日本プロレス公式サイト。2016年10月21日閲覧。ロード2パワーストラグル愛知、豊橋総合体育館、第二競技場。 新日本プロレス公式サイト2016年10月25日閲覧ロード2パワーストラグル東京高楽園ホール新日本プロレス公式サイト2016年10月30日閲覧パワーストラグル大阪大阪府立単育会館新日本プロレス公式サイト2016年11月5日閲覧ロード2パワーストラグル東京 公楽園ホール。新日本プロレス公式サイト。2017年10月23日閲覧。ロード2パワーストラグル東京。公楽園ホール。新日本プロレス公式サイト。2017年10月29日閲覧。ロード2パワーストラグル東京。公楽園ホール。新日本プロレス公式サイト。2017年10月30日閲覧。 ロードツーパワーストラグル大阪大阪府立単育会館新日本プロレス公式サイト2017年11月5日閲覧ありがとうございます。